皆さんこんばんは、キャンディーレインです。それでは11月9日のメンテ山関係テックやっていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは、はい、早速見ていきますけれども、今回はグロラボとかでは出てなかったんですけれども、馬の捕獲ゲームがちょっと楽になったという話が来てました。はい、そのくらいだと思います。はい、今見ていきますけれども、アグリスの熱気が前、まあ、ちょっと見てたんですけれども、まあ、最終にも適用されるっていうことになったんですけれども、これ、あくまで基本最終物なので、あれには、気象の粉には影響しません。おそらく。しないはずです。はい。ということなので、まあ、馬にはあれ関係ないんですけれども、まあ、はい、アグリス引き置きました。あと、まあ、ソラレーですね。はい、あとは夜泣き屋の事前以来アトラクション来てますということで、はい、まあこれも、まあ馬は、まあ特にまあ関係ないですけれども、はい。で、あと、まあ、オータムシーズンの卒業が開始しましたということなので、まあ、12月の頭ぐらいだったと思うんですけれども、最終卒業が、まあ、それ、まあ、できるようになったので、ということですね。まあ、この中は、馬は特になしということで、はい、あとはキャラクター調整が、まあ、来ましたっていう、くらいですね。まあ、関係に、馬に関係するものはなしという感じでいいと思います。はい。で、あと、まあ、コンテンツは、まあ、倉庫とかの借り入れの段階上昇が、まあ、一括でできるので、まあ、便利になった。まあ、まあ、そうですね。まあ、馬車作ったりするところとか、ちょっと忘れたんですけれども、まあ、何台買いかっていうことであれば、まあ、すぐに購入ができるということですね。はい。あとは、まあ、はい、ここですね。はい。あ、じゃない。こちら、はい。表情コンテンツの野生馬捕獲ミニゲームの難易度が緩和されました。これが今回、大きく来たやつですけれども、大きくというか来たやつなんですけれども、これ、ただ、まあ、感想としては、これ2年前にですね、捕獲ミニゲームって、こう、結構難易度が上がったんですね。で、最初、本当に、連打しても、失敗するぐらいに、難易度上がって、で、しばらくしてから、ちょっと下がって、この、今回のアップデ前ぐらいの状況、まあ、そこそこ連打しないといけないみたいな状況になったのが、まあ、2年弱ぐらい続いてたと思うんですけれども、今回多分、だから、まあ、結局難化する前の2年前の難易度が上がる前に戻った感じかなっていう感じですね。はい。で、まあ、ちょっとショート動画で私もちょっと作ってみたのあるので、まあ、よかったらっていう感じですけれども、で、あと、まあ、大きいの、今回、まあ、違うのは、この、黒糖の塊一つだけで、必ず捕獲に成功するように改善されました。まあ、あれですよね、馬の捕獲率上昇、トレーナー服の馬の捕獲率上昇 15% ですかね。あと、熟練度に、付随していた捕獲率、まあ、果たして、ね、どうなるの、どうするのっていう感じですけれども、まあ、ありがたいアップデーではありますよね、はい。必ず捕獲で、まあ、熟練度が上がって、まあ、捕獲率が高くなると、まあ、どこ、で、全く無駄かといえばそうじゃなくて、黒砂糖の塊なしでも捕獲できる、という、はい。ことが、まあ、捕獲率高ければ、やっぱできるということなので、まあ、全く
なんていうか無駄っていうか、あの、にはならないと思うんですけれども、だからまあ、あの、ね、熟練度低いキャラとかだったらありがたいし、熟練度高いキャラはまあ引き続き、まあ、黒砂糖の塊なしでも捕獲できるというふうに思えばまあいいかなっていう感じですけれども、まあ、それですね、今回出たのが。まあ、これってグロラボとかも特になかったと思いますけれども。で、あとはまあ、ない。あとはまあ、おま関係はなしっていうことで、まあ、フィールドボスがちょっと改変したりということですね。はい。まあ、こんな感じで、あと、まあ、そうですね、あとはまあ、ない。まあ、関係はなしという形でいいかなと思います。はい。ということで、はい、以上でアップデートの方を見ていきまして、でもこれはお知らせハロウィンの発表なので、まあ、これはちょっと飛ばしていきます。はい。あと、イベントですけれども、まあ、関係はまあ、そうですね、特になく、あの、まあ、釣りの交換できるクリアの植木鉢ぐらいですかね、はい。で、ガーモスが、まあ、11月11日の7時半に、7時半と、日曜日の5分後ですね、はい。っていうことなので、まあ、まあ、来てます。ガーモスイベが来てます。ということと、あとはこれ、挑戦課題、ログ簿なんですけど、まあ、馬に直接関係するものはなく、まあ、フローリンの秘伝書とかは、まあ、あの、調教レベル上げるのにいいかなと思いますけれども、これがまあ、2週間、1週間ですね。はい。あとは新規復帰のログ簿ということで、で、まあ、終わるやつちょっと見ておくと、まあ、アトラクション。であと、これ、はい、あの、もう一度見ておくと、これですね。これが、まあ、あの、はい、あるので、まあ、一回、20個なんで、一晩も放置してたら、まあ、場所、釣り放置してたら、まあ、交換できると思うので、まあ、これは交換しといたらいいかなと思います。はい。で、あと、一冒険者モレルにそれチャレンジ、まもなく終了。ね、はい。ない。はい。ということで、まあ、あとは、はい。まあ、以上で、メンテの方は、まあ、馬のゲーム、捕獲ゲームが楽になったということで、パール商店ですけれども、ちょっとコマ犬関係来てるので、まあ、見ておきたいと思いますわ。まあ、パール箱。あとはこの、なかなか際どいアバターですね。はい。が来ました。あとまあ、アバター関係ですね。はい。バックスロットで、職人の記憶プラスは、はい。で、これなんですけれども、まあ、2週間。はい。何かっていうと、これ、狛犬、ここにあるんですけれども、これが要は、2個、1箱で2個選択ですね。はい。で、重複選択も可能なので、いつもなら1匹しか飼えない狛犬が、250パールで2匹買えるので、狛犬持っていない方は今これ買うチャンスというか、いつもより安くで、まあ通常これちょっと勘違いされるんですけども、これ通常でもまあ売ってはいるんですけれども、まあ、お得に買える
たまに奥徳に変える時があって、今回まあ、これ、狛犬入ってるので、まあ、お得ということなので、狛犬欲しい方は今、買いチャンスです。あと、馬関係ちょろちょろあって、プラスワンっていうのは来てて、もうこれだから2個、いつもの値段多分倍だと思うんですけど、あとでもう一回見ます。これ2週間ですね。初期化のやつ。はい。まあ、1回のみですね。上のペットも1回のみかな。あ、そうです。これも1回のみなので、大量には買えないんですけれども。あとはまあ、強化関連。で、あと、そうですね、覚醒、馬の覚醒サポート、まあ、黒石と、あとこれついてるやつ。これも2週間ですね。はい。ということで、ありますということですね。あとはまあ、馬のやつはまあ10終わったので7、8で終わりましたのでないです。あとまあそうですね、これ調教割引来てる。いやこれ再びこう天馬の角笛がまたこれも2週間で 20% オフで来ています。でこの普通の馬笛をアップするやつも 20% オフで来ていますということですね。はい、ということは、ちょっとまあ馬関係ちょこちょこ来てるので、また見ていきたいと思います。はい。で、以上で、パール商店の方チェック終わりまして、あと、グロラボとか、韓国の方を見ていきますけれども、まあ、グロラボの先週の金曜日のアップデートですが、ですね。まあ、防御、AD が上がるやつがなんかちょろちょろ来るので、多分来週来ると思いますけれども、はい。ということで、まあ、馬関係は、まあ、特に。なしでいいと思います。これもなんか D 上がる、A かな？上がるやつ来るとかありますが。まあ、そうですよ。馬になんか、バフもらえるようなものもなく。はい。っていうことで、まあ、アトラクションなしなし。あと、まあ、公務席が結構一括で交換できる。まあ、安。まあ、馬の関係の、まあ、もう、でも、だいぶもう、多分、うん。まあ、出回ってるので、馬関係のそのね、公明石器を、まあ、ね、あれ、そんなにレアじゃないんですけれども、まあ、できるようになりますということぐらいで。あとは、まあ、なしで。はい。ということで、馬関係、まあ、わからないですけど、グロラボ来てないけれども、まあ、たまになしで来るものもあるので、まあ、今回の野生の馬捕獲ゲームみたいに、はい。あと、これが韓国の方で。まあ、大体そういう夜なので。そうですね。AD の関係のやつ来てるとか。くらいですかね。はい。ということで、まあ、馬関係もまあ、うん、まあ、あんまないということでいいと思います。はい。という、うん、いいですね。はい。ということで、あとちょっとまあ、インベンの方、ちょっとちらっと見ておきますけれども、まあ、ちょっとやめ、野生の馬の捕獲難易度下がった話。
とかですかね。あ、これちょっと翻訳されないか。ちょっと翻訳はうまくいってないですけれども、まあボンホーバーに関しては特に、まあ、なさそうかなと思います。まあこれで日本語に、うん、まあちらっと見ホーバー関係はないので、まあ興味ある方はちょっとまた見ておいてください。またちょっと後でなんか気になるものあったらツイートかなんかでもするかもしれないですけれども、ということで、以上で、日本メンテの馬関係と、あと韓国ロラブと因縁の方を見たので、あと中で、パール商店見て終わりにしたいと思いますので、お待ちください。まずしました。それでは見ていきますけれども、まあそうですね、プラスワンがだからいろいろ来てるので、それの関係でまあ馬関係もあって、マイレージの方はまあ別にレイラの花びらとあとまあぐらいですね。はい。で一応ペット見ていくと、そのプラスワンに狛犬、こちらの狛犬があってですね、これが2匹が250円。なので、欲しいという方は今、買い時ですので、はい、お忘れなくということ。まあ、1回なので、はい、欲しい方も、ペットと買ってしまいましょうっていう感じですかね。あと、登場物の方ですけれども、これが、それいつもだったら、ですね、1個なのか2個、いつもの値段で2個、はい、なのと、あとこれが 40% オフで、テンバーのノブエと、あとアップするやつがこれで、うん、これかこっち側も来てるので、はい、てかそうです、ツノベこれ前のやつもまだ残ってるので、まあ、20%オフ、あ、だからそうですね、一押し、まあ、ちょっと結構だから結構来てるので、ちょっと登場物用品はその角笛とかまあ来てるのでチェックお忘れなくという感じですかね。はい、ということで以上で、はい、11月9日のメンテ馬関係チェックと、あと韓国ロラブと、あとインベンのチェック終わっていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。